五方の型。現代に伝えられる武蔵の二刀流、二天一流野田派の演技である。五方の型とは、武蔵の剣の極意を伝える五輪の書に記された五つの基本的な構えである。五輪の書の中で武蔵は意外にも自らの剣を二刀流ではないと述べている。つまり片手剣法なのであると。いわく通常太刀は両手で扱うものとされている。しかし一本の刀なら片手で操るのが実戦では有効であろう。二本ある刀を使わずして敵に敗れるのは犬死にである。ここに武蔵の合理性がある。片手で剣を操る、その修練のために両の腕に一本ずつ刀を持つことを説いたのである。五方の型では、両肩を傷つけ相手に戦意を失わせることでとどめの太刀としている。正確な太刀さばきを要求しているのである。武蔵は五分の間合いを見切ったと言われる。つまり相手の切っ先を1センチ5ミリの隙で空を切らせ、踏み込んだまま相手の眉間のみを攻撃の狙いとしたと伝えられている。それが武蔵の剣である。しかし人間技とも思えぬ正確無比で殺気をはらんだ剣は、意外にも動きそのものは能のように静かなものであったという。そうした武蔵の剣は、今やこの五方の型と五輪の書からしかうかがい知ることはできない。